ね、古いイベントやから、はいはい、でかいイベントやし、はい、まあ、緊急事態宣言伸びましたと、伸びた、ね、5月末、うん、までなったと、うんうん、フルスロットルで今オンラインバトルしないって言ったんですけど、オンライン投稿型のバトルよくあるね、最近ね。あ、そうそうそう、インスタとかで上げて。そうです、そうです、うん、難しいと思うよ、俺、その感じは、うん、っていうのは大変な時期、ただでさえその、ね、いろんなイベントがなくなっている中で、はいはいはい、リアルな話で言うとこう、まあ、収入とかが減っている中で、はい、チャンネル YouTuber うーたんです。今日はゲストにてっくんが来てくれてます。はい、はい、インクライのてつです。お願いします。まあ、ちょっと今日もまた対談式でやっていきたくて、はい、テーマはあの緊急事態宣言が、まあ、去年から起こって、そして、まあ、はい、今年も今も Now で延長になったりとかして、はいはい、そういう中で今後 の, そのダンスシーンってどう変わっていくんだろうかっていうのをちょっとこうテーマに話していきたいなと。あ、難しい、うん、難しい、もうだってさっき読めない、うん、まあ、やっぱりこうダンスシーンってすごいいろいろ変わってきたし、レッスンとかも、はいはい、特にテックもそのスタジオもやってるから。あ、そうですね。その今回の緊急事態宣言で、うんうん、なんかその生徒さんとかの影響ってあったでしょ。やっぱ ありましたね。例えば、まあ、もうレッスン来ないっていう子がおったり、いや、うちは逆にレッスンはやってほしいっていう人たちの方が多くて、うんうん、運動不足とかもあったりとか、うんうん、なるほど。大阪府の中心と違って、うん、習い事の一環で子供たちのことを考えて動かしたいっていうのもあるんで、ね、こうストレス溜まるから。そう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 、うん、やっぱり中には、まあ、この状況やからちょっと休ませてもらいますっていうのは、うん、少なからずあるかなっていう感じですかね。なるほどなるほど。キッズのレッスンとかよく考えるよね。ああ、まあやりにくい環境ではありますね。なるほどなるほど。こちらそのダンスをずっとやってきた人間からすると、はいはい、いかにこのリアルなダンスを見て育ってきたから、うん、その生のダンスの良さって分かる。でそれが例えば最近こう動画とかで映画主流になってきて、はいはいはい、やっぱりそのちょっとこう YouTube とかもあったりして、はいはいはい、生の衝撃よりか薄いけど、やっぱりその YouTube の普及によって得られる情報とかもいっぱいあったりとか、うんうん、あ、確かに多いですよね、うんうん、でもそれは生で見てきたから動画の良さも分かるというか、はいはいはい、うん、想像しながら動画見てたりする、はい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 、これってこうなんじゃない、なんか環境的には今ね流行りじゃないですけど、まあ、うん、オンラインレッスンとか、うんうん、まあ、いろいろ多分環境が変わってきたりしてますし、うんうん、なんかこう今後多分スタジオ離れが結構していくんちゃうかなっていうのは若干思ったりします。ほー、スタジオ離れ、うん、スタジオ離れ、 YouTube と か、うん、なんかその動画でなんとかなるんじゃないかなっていうのは若干ありますし、そこからもっと先に進みたいなって思う人だけが今後残っていくんじゃないかなっていうのは思いますね。なるほどなるほど。だから例えばその入りは YouTube とかその動画であっても、実際もっとやりたいっていう人は足を運んで、あ、そうですそうです、うん、少人数制であっても、うん、なるほどになるんじゃないか。ああ、でも俺もね多分それは思ってる。その言うたらレッスンの価値が上がる、例えばオンラインレッスンとかが主流になったりとかしていくと、うんうん、そのオンラインレッスンが今までの、レッスン価値ぐらい、はいはいはい、の、まあ、値段でできる、うんうんうん、で実際にマンツーマンとかあったりするともっともっとやっぱり価値高いからっていうので、まあ、そのレッスン価値が上がるんちゃうかなって思ってて、逆にじゃあダンサーの地位がちょっと若干高くなるような、うんと、もうスキルを売っていくっていう中では、うんうん、ランクがアップするような、アップするんちゃうかなと思う、うん、やっぱり何でもそのダンス以外でも人 の, その直接受けれる、はいはいはい、そのマンツーマンとかで受け入れる時間ってめちゃくちゃ価値高いでしょ、うん、そうですね、うん、っていうのがダンサーって一体何十人とかでできるから、まあそれなりに値段は安くで受けるりとかはあるかもしれんけど、今後ね少人数とかその向上心のある子たちがレッスンに通えたりになったら、それだけ価値は上がるとは思う。てっくんはそのどう思う、例えばこう今、まあ、結構流行りのねオンラインバトルとかあるけど、やっぱりリアルを求めてきた、それってどう思う。あ、まあ、オンラインバトル、まあ、レッスンとかもそうなんですけど、うん、もうオンラインレッスンは、まあ、実際自分もスタジオやってるんで、うんうんうん、一回やろうかなと思いましたけど、うん、あれはね、うん、本当に難しいですね。音のズレが本当に半端ない。まあそうだね、今のね多分今 の, その技術とか、はい、多分 そこも問題になると思うけど、うん、一回それで自分たちで受けてみて、うん、先生とか含めて、うん、受けてみてやった結果、うん、無理ってなったんで、
まあ、それで、まあ、レッスン費用をもらうっていうのはちゃんとできてない感があったんで、じゃあもうオンラインレッスンをやめて、その一番初めの休業の時はもう休業しました。やっぱりちょっとこうオンラインとかに関して言うとまだ肯定的ではないとか、ないですね、うん、あれはちょっと難しいかなと思うし、うんうんうん、そのフルスロットルも、うん、そのオンラインバトルとかやっぱ流行ってたんで、うん、やろうかなとは若干思ったんですけど、自分でやるってなった時に、まあ、根本的な部分が多分表現できないというか、うん、あの伝えれないんで、うん、まあ、そうやっても YouTube 見ておいてもらった方がいいかなとか、あ、そう、またそこで通常通りお金を取って、うん、まあ、それがまあ半額になろうが別に、うんうんうん、まあ、500円になろうが100円になろうがどっちでもいいんですけど、うん、お金を取るっていうのが、うん、まあ、自分的にはあんまりしたくないそれって、うん、取るべきものじゃないような感じがちょっとなんか違和感があったんで、うん、例えばそのオンラインバトルで中継を使って、うん、リアルタイムでこうやる分に関しては、うん、やっぱり人とか、うん、手間とかいっぱいかかるんで、そうね、 DJ さん、 MC さんがいて、いて、うん、やっぱ通常通りのエントリー費用はかかると思うんですけど、うんうんうん、投稿型のものに関しては運営的にもそんなに労力がかかってない、まあ、労力かかってないことはないんですけど、うんうん、まあ、ちょっと若干話変わるんですけど、はいはい、今フルスロットルで今オンラインバトルしないって言ったんですけど、ちょっと今一つ企画してることがあって、オンラインバトルじゃないんですけど、オンライン投稿型のバトルっていうのよくあるね最近ね。あ、そうそうそう、インスタとかで上げて、そうですそうです、うん、優勝者決めるみたいな、はい、うん、なんかそれは、うん、まあ、緊急事態宣言伸びましたと、伸びた、ね、5月また末までなったと、うん、それを見て、うん、まあ、やっぱりまた多分今後少なからずこういう事態で出るんじゃないかな、うん、まあ続いてきそうだね。そうなんですよね、うん、フルスロットルの中でもやっぱり去年1年間休んで、うん、で今年1回やったんですけど、まあ、次7月の10日にあるんですよ。7月10日にあるんです。7月10日にフルスロットル予定、はい、はい、うん、あるんですけど、うん、まあ、やっぱりこのオリンピック前ということで、うん、また規制が厳しくなるかもしれないし、うん、確かにね、どうなるかわからないけど、うん、なりそうな気はするね。そうなんですよね、うん、なんかもうオンラインバトルじゃないですけど、オンライン投稿型バトルっていうのを今ちょっと考えてはいたんですけど、うん、まあ、何分やっぱりこう僕の考えではエントリー費とか、まあ、違和感も感じちゃうんで、うん、いろんな人たちがダンスシーンのことを考えてるとか、もっと盛り上げたいとか、うん、で今の居場所がないっていうのであれば、うん、まあ、ちょっとジャッジの人たちには申し訳ないんですけど、うん、まあ、協力していただいて、なるほど、まあ、ちょっとボランティアにはなるんですけど、うん、まあ、そういう方々を募ってですね、うん、やりたいなと思ってるんですけど、うん、なるほどね。ただね、ちょっとね難しいと思うよ俺その感じは、うん、っていうのはやっぱりそのダンサープロダンサーとしては大変な時期、うん、ただでさえそのね、いろんなイベントがなくなっている中で、はいはい、リアルな話で言うとこう、まあ、収入とかが減っている中で、うん、結構難しいや、ね、難しいですね、うん、他のオンラインバトルで、うん、まあ、やっぱりエントリー費がかかってとか、はいはいはい、実際他にもあるから、はいはいはい、はい、うん、まあ難しいですね。難しいことあるんよ、うん、確かに、うん、こう難しい環境の中でなんか本当にこの火種を絶やしたくない、はいはい、みんなのあれかモチベーション的なモチベーションですね、うん、出る場所がないわけですから、うん、ダンス一筋だけでやってる人に関しては、うん、申し訳ないんですけど、うん、まあ僕がこれをすることによって、うん、ちょっと待てよと、そんなことお前がすると、うんうん、ちょっと違うよって思う人がいたらちょっと申し訳ないんですけども、うん、いや確かに、だってフルスロットルっていうね結構もうね古いイベントやんかいうのもでかいイベントやし、まあちょっと僕がまあお願いしようかなと思ってる人たちも、うん、やっぱり少なからず、うん、やっぱり何かしたいと思ってると思うんですよ。まあ僕がその思ってる何か目標となる場所やろうとはもともと思ってなかったんですけど、うん、まあ、今回の緊急事態宣言も含めて、うん、まあ、やっぱりこう活躍できる、まあ、残す場所っていうのがないなと思って、うん、まあ、それだったらオンライン投稿型バトルというか、うん、まあ、ちょっと目指せる場所っていうのがやっぱりなかったらモチベーションっていうのが、うん、うん、保てないかなと思ったんですよ ね、ちょうどねツッキーとその話をした時に、うん、まあ、ツッキーはこの前マイナビのアライブのバトルがあったからこそモチベーションを保てたと。はい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 、はい、それがなかったら、うん、練習も気合入れへんし、はいはいはい、自分なりに頑張ってる人はまあ自分なりでいいです。結果を求める人はやっぱ結果を求めてたりするんで、うんうん、まあ、そういう場所があったらいいなっていうのが一つあって、うん、ここに賛同してくれるじゃないですけど、まあ、出たいなとか、うん、なんかそれでもやってもいいよって言ってくる人がいるんであれば、うんうん、話はこう完全にそれだったんですけど、うん、やりたいなと思ってて。なるほど、難しい話ではあると思うんですよ。やっぱこうジャッジの人にやっぱりジャッジをお願いするわけですから、うん、大変だと思うんですけど、その大変さをまあ分かりながらも、まあ、ちょっとそれに賛同してくれるというか、いやちょっとそうやったら俺一肌脱ぐよと、うん、言ってくれる人がいたら協力依頼というか、
そうだね、うん、はい、できたらいいなと思ってて、うん、一応ツッキーは、うん、小学生と中学生の部門をジャッジでやってくれるっていう話になったんですよ。なるほど、もう決まった、はい、もう決まった、もう決まった、うん、もうすぐ思い立ったらもうすぐやってみたいなと思って、うん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 、もうで、マイルウタン君の動画にも出たように、うん、思い立ったら記事出たんで、ね、行動力、はい、もう行動力もうすぐ連絡して、うん、で、まあ、ツッキーにも許可もらって、あー、すごい。で、まあ、今回このコラボっていう形、うん、対談という形で話してもらったんで、うん、実はウータン君にもお願いできないかなと思って、うん、俺急なんですけどね、はい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 、その大学、高校大学生の部門と一般の部門、まあ、一応限定して、うん、まあ、あんまり負担にならないようにカテゴリー32名なのか20名なのかまだ決まってはいないんですけど、うんうん、まあ、ちょっとお願いできないかなっていう、なるほど、この動画で言うのもあれなんですけど、あのもし OK だったらこれ使ってもらって、うん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 、そうそう、 OK じゃなかったら出しにくい、出しにくいですね。いやー、うん、そりゃもうやるよ。マジっすか。うん、そりゃやるよ。ボランティアですけど。ボランティアで。ボランティアで。ボランティアいいっすか。プロとしてそのダンス活動をして、来て、やっぱりそのそういう立場である以上いろいろ考えることはあるけども、はい、今のシーンに、このね、このシーンというかもう世の中に必要なことは本当にそういうテックの言う通り、そのみんなのエネルギーやと思うから、そこをまあその費やしてしまうと、それこそ今後のシーンが続いていかへんと思うし、うん。うん、いやー、もうそれはもうやるよ。マジっすか、うん、もう最初の趣旨とはまた変わってしまいましたけど、変わったけど、うん、いやでもそっか、ツッキーも OK、 ツッキーも OK です。わー、すごいな。これ言っていいのか分かんないですけど、ああそうか、うん、はい、OK もらって、うん、でもう一人、ジャッジでお願いするから、うん、もうちょっと待ってっていうので、なるほど、なるほど、もしやるんやったら、うん、本格的に告知出すし、はいはいはい、一応 OK もらって、OK、もらってさすがツッキーだね、うん、やっぱあの子はね、うん、やっぱそういうのを、うん、考えてるというか、視野を広く多分考えてる、はい、うん、の OK やったのね、うんうん、なるほど、 OK、 緊急事態宣言ですが、はい、みんなでね、こうダンスシーン上げていけたらなと思ってるので一緒にやっていきましょう。 ありがとうございます。はい、じゃあもうでも最初のこの緊急事態宣言を受けて、うん、どう変わっていくかっていうところも話なくなっちゃいましたけど、いやなくなったけどね、やっぱりね、みんなで上げてかなあかんってことだね、結局はどんな状況であっても、はいはいはい、はい、うん、いや、うまいことをまとまりました。まとまりました。すいません、急なこんな話。はい、全然、うん、はい。というわけで、詳細は、クルーソルトルチャンネルで、はい、ありがとうございます。皆さん見てください。はい。はい、この前 YouTube のコメントで、はい、ウータンって、あのインクラインのウータンですかって来たんです。そこなんやっていう。